大天の竜を撃つ。一度も失った命、何を惜しむことがあろうか。ここは危険です。早く戻って。私が止めなきゃ、行くんでしょ。分かってください。あの竜は、あの竜だけは撃たねばならんのです。これはあなたにとっても。カゲロウさん、さらばです。どうかお元気で。茶屋を一緒に作ってくれて、お仕事のやり方いっぱい教えてくれて、いつも見守ってくれて、赤ん坊の頃からずっと よもぎ殿。よもぎ殿、こたびも必ず、そしてこれから先も。高き炎、宇津教官、あなた方に託します。おい、行こうか。